ダライラマ13世は、第13代のダライラマ。方名を、トゥプテン・ギャッツォという。1878年に、ダライラマの生まれ変わりと認定された。当時のチベットは、大新帝国と、大英帝国と、ロシア帝国の勢力争いの渦中に巻き込まれていた。後年フィンランド大統領となるカール・グスタフ・エミール、マンネル・ヘームは、モンゴルへの旅の途中で13世に謁見しているが、 その際13世はイギリスに対して会議的な一方でロシアへの関係樹立には興味を示していたという。しかし1904年にイギリスは軍隊を派遣してチベットの中心都市ラサに駐留。ラサ条約に調印するが、清がチベットへの主権を主張して対立。13世は北京に避難し新朝廷の庇護下に入るが、1908年に ラサへ帰還した。1910年に今度は、新軍が、イギリスの影響を排除するためとして、チベットに侵攻。13世は、シッキム、ネパールと転々とし、インドに向かった。清は13世の敗位を宣言するが、1911年の、新外革命により清は滅亡。しかしその後も、新軍の勢力が残り、 チベットの民族政権が新軍を駆逐するには1912年までかかった。清に代わった中華民国は13世の地位を保障したため、1913年1月にラサへ帰還。1914年に英国と志村条約と締結する一方で、インド亡命中から近代化に着手した。欧米の銀内閣制に習って、 カシャグを基盤として大臣を選出するシステムを確立し、郵便切手や紙幣の発行、西洋式病院の設置などを行った。また今日広く使われているチベット旗を正式に定めている。19世紀のチベットは権力争いが続いた。ラサ政府ではダライラマ11世が1855年に政治の実験を 摂オラデントゥルクから譲り受けたが、1856年に謎の死を遂げると、実験は再び元の摂政の手に戻った。ダライラマは12世が継いだが、幼少であり実力はなかった。1862年、摂政に流刑されていた、軍実力者で、ドーグラー戦争の功績者者た、ワンチュク・ギエルポに同調する勢力が摂政を追放し、 この軍実力者が新たな摂政となった。この新しい摂政は、対立勢力を迫害するが、2年後の1864年に、死んだ。公認の摂政も、対立勢力を迫害するが、1872年に、死んだ。その後は、ダライ・ラマ12世の神聖となったが、その時期もまた短く、1875年に死んだ。 その後は新たに任命された摂政が権力を握った。一方、外交情勢も複雑だった。チベットは、権隆帝時代の1793年に事実、上新の保護領となっていたが、1839年のアヘン戦争の頃から少しずつ新の影響力が落ちていった。チベットは1855年から1856年に、 行われたネパール・チベット戦争でネパールに敗北し、その講和条約であるタッパタリ条約は、チベット不利の条約でネパールに毎年1万ルピーの効能、ネパール商人の関税免除などが定められた。また、イギリスは1859年にインド大反乱を鎮圧して、インドを事実上支配下に置いており、1861年には、 チベット人の住むシッキム王国を保護領とした。また、チベット東部のデルゲは1728年以来新の領土だったが、太平天国の乱に乗じた地元のチベット人領主が反乱を起こし、1865年、清氏に代わって、これをラサ政府が鎮圧、再びチベットの支配下とした。この頃には、真のチベットに対する影響は、 非常に小さくなっていた。同時期、西洋のキリスト教宣教師も増え始めていたが、これも排斥された。しかし、その後もシンは、自身を、チベットの創始国と考えていたため、チベットの扱いに関して外国に、チベットの意向を聞かずに約束をしたり、外国勢力を排除するチベットの行為に対して、外国に代わりに賠償金を支払ったりしていた。 チベットでは外国人排斥の動きが強く、1880年にキリスト教禁視令1883年に暴動による在チベットネパール人への襲撃が行われたりした。また、清がイギリスと結んだ芝生条約がチベットに及ぶことを拒むため、チベットは1885年に訪れようとしたイギリスの探検隊を追い返している。 1888年、チベットは、シッキムの扱いをめぐって、イギリスと戦争になり、敗北した。この戦いを受けて1890年にチベットと、イギリス領の国境が定められたが、これは、イギリスとキヨシの間で取り決められた。さらに1893年には、イギリスとキヨシの間で、チベットインド国境付近のヤートンに、 イギリスが市場を作る権利が決められた。これらの条約締結により、それまで曖昧だった清志とチベットの関係が、国際的には、チベットが、真の保護国であることが確認されることになった。ダライ・ラマ13世は1876年に生まれ、1879年に、わずか3歳で即位し、パンチェン・ラマ8世の教育を受けた。 ダライ・ラマは9世から12世までいずれも赤字にだった。これは清掃による毒殺であるとの見方が強い。パンチェン・ラマ8世も1882年に27歳で死去している。13世は早くに、それに気づき、食事を信頼できる部下に毒味させるようになり、毒殺を免れた。チベットとロシアを仲介したドレジェフ・ダライ・ラマ13世は、 ヤートンの処置が気に入らなかった。1895年、13世は、摂政とその弟が図相を働いたとして逮捕した。ダライラマ発生以降は、ダライラマの実験は摂政に奪われていた形だったが、この事件をきっかけに再び、ダライラマの手に戻った。その元摂政は1899年に、自室で謎の死を遂げ、13世は、 セッショーが持っていた化身ラマの名跡を廃止している。13世は、ヤートンの道を塞いで、イギリスとの交易を拒んだ。13世は、ロシアの恐ろしさを知らず、イギリスに対抗するため接近し、チベットに住むロシア国籍の僧侶アグワンドルジェフに、ロシア皇帝ニコライ2世との仲介を依頼し、ドルジェフは1900年に、ロシア皇帝と面会した。 1901年には、ロシア人のゴンボジャブツイビコフがラサを訪れている。一方で、13世は、フランスとの協力も模索したが、東チベットで、フランス人宣教師とチベット人との対立が頻発しており、これは成功しなかった。イギリスは、防ア戦争のため、当初ロシアとの対立の可能性があるチベットへの介入には、消極的だったが、ロシアが、 チベットの保護領下を拡作し、1902年に、ボア戦争が終結したため、インドの安全保障上の理由からチベットに侵略を開始した。なお、日本人として、史上初めて、チベット入国を果たした、仏教僧、川口英会が、チベット人僧侶に噴して、ラサに滞在したのはこの頃である。ギャンーアートナサグル関連地図1904年、軍を率いて、 ラサに到着した、ヤングハズバンド1903年、イギリス軍人、フランシス・ヤングハズバンドは、インド総督、ジョージ・カーゾンの命を受け、ラサ政府に1893年の条約に、基づいて、ヤートンに市場を開くよう要求したが、チベット側は、交渉を引き延ばした。そこで、チベットを威圧するため、7月に、チベットのガムパに数百名の軍を置いた。 バルフォア内閣は、チベット侵略に、消極的であり、10月にギャンツェまでという条件付きで、進軍を認めた。12月、マクドナルド殉を率いる、数千のイギリス軍がチベットに送り込まれ、1904年、初めに、グルで、チベット軍数千を一周し、それでもチベット政府が交渉に応じないためさらにギャンツェまで軍を進め、数百人を殺した。 イギリス軍は8月3日にチベットの首都ラサを陥落させた。13世は内閣を残してロシア層ドルジエフと共にラサから逃亡した。ラサには軍と共に西洋からの新聞記者が入り、少なくともラサに関しては従来の神秘性が薄れた。イギリス軍は9月7日、チベットに莫大な賠償金を貸し、 チベットでのイギリス以外の外国勢力駐留の禁止、鉄道と鉱山の利権を奪う条約を結んで、事実上併合した。ロシアは、日露戦争に手一杯で、チベットに軍事援助できなかったが、イギリス軍の侵略行為に抗議を行い、10月に条約の大幅な撤回をさせた。1906年にイギリスは、清と北京で新たな条約を結び、 チベットの賠償金の支払いを清が行う代わり、チベットの総主権が再び真のものであると認めた。なお、この時のイギリス軍はこれまでの進軍と異なり、チベット民衆に対する応募が少なかったので、チベットのイギリスに対する感情は若干改善した。ウルガラッサ,サン部ムテラ5大3ペキンダージリン13世の主な滞在先イギリスに追われた。 ダライラマ13世は1904年末にモンゴルのウルガに亡命し、現地のゲルク派の長で王でもあるジェプツンダンバホトクトウ8世の世話になった。13世滞在時、ロシアはモンゴル領事や不妊途中の中北京大使などを13世に接触させて関係強化を図っている。しかし質素な生活を好む13世とジェプツンダンバホトクトウ8世とは、 考えが合わず、13世は1906年秋には、モンゴルを離れ、クンブムチャンパーリン寺に、しばらく滞在した後、1908年4月に、中国山西省の五大山に到着した。五大山では、アメリカ大使ウィリアム・ W ロック・ヒル、西本願寺の大谷・ソニューなどと面談している。さらに10月14日、北京で、西大公高所邸と面談している。 この際、日本大使館にも一週間滞在している。在北京大使の林ゴンスケが熱くもてなしたのと、五代山で大谷孫優が日本が仏教国であることを説いたため、以後、13世はかなりの日本美意気になった。13世の北京滞在中、清はチベット領主としてパンチェン・ラマ9世を擁立しようとした。そのため十三世は密かに、 イギリス、ロシア、日本の中北京大使に密使を送って助力を求めている。1908年12月に北京を立ち、1909年12月にラサに戻った。ダージリンでシッキムのオートとブナムゲルと対面するダライラマ13世、ダライラマ13世の出発後、エーロニチへの密誌が露見したため、清は十三世を捕らえるため、チベットが 真の領土であることを確認するために、長寿豊かに兵2000を引きさせて、ラサに進軍した。13世は西洋各国に支援を呼びかけたが協力が得られなかったため、2月12日に今度はインドに亡命した。進軍のラサ進駐は、その10時間後だった。チベットからイギリス保護国の執務に入った時は、政府感謝での宿泊を断り、 国境通信所の粗末な部屋に泊まっている。またカリンポンでは金髪の少女を初めて見て驚いている。インドではダージリンに泊まりイギリスに行動を制限されたが、ここで国際政治に関する多くの知見を得た。ただしイギリス政府は13世に世界情勢を伝えたがらず、伝えたのはチベット留学の機会を伺ってインドに暮らしていた。 ただ人と官などだった。一方、清は、シベットに残ったラサ政府の清師藩大派を解任し、清に協力的な内閣を作らせた。清は13世逮捕に、懸賞金をかけたが果たせず、さらに13世の敗位にも失敗したため、代わりにパンチェンラマ9世を協力させての支配を模索した。一方、清は、国家としての命運が尽きた。 1911年11月には、長寿豊が殺害され、代わりに、部下の昭英が、チベットでの軍権を握った。中国では清氏が滅びて、中華民国が誕生し、その大総統となった、遠征外は、昭英の立場を追認した。しかし、チベット人は中国に対して、反乱を起こし、中国軍は1912年12月から順次、撤退した。 13世は1913年1月にラサに帰還した。この少し後、日本のただ一時間もラサに入っている。チベット軍事顧問の矢島康次郎ダライラマ十13世はラサに戻ると、新しい内閣人事を行った。1913年2月14日、13世はチベットの独立を宣言した。十三世はチベットに外務省を設立し、 軍司令官を打算ダデュールに更新し、軍事顧問に日本の矢島康次郎を招いた。雪山史識を国旗に定め、さらに独自の切手を発行し、通貨制度を一新して新たに紙幣を作った。また、同じく清から独立したモンゴルの牧道派ン政権と相互承認条約を結んだ。これにより、日本製の武器をモンゴルから輸入できるようになった。 新生中国である中華民国は清に引き続いてチベットに弁務官を送り込もうとしたがチベット入りは果たせなかった。なお、独立前のチベットは中国の属国だったのかというと少なくとも当時のチベット人の認識はそうではなかった。この頃チベットに留学したただひとしは当時チベット人からチベットはそもそも中国に対して 君心の礼を取ったことがないとの認識を聞いている。1914年、独立を確立したいチベット。チベットを支配下としたいが果たせない、中華民国、チベットの一部ナファを、英領インドの領土に加えたい、イギリスの代表が集まり、チベット問題が話し合われた。ロシアはモンゴルを保護領とする代わりに、チベット問題から手を引いていた。この会議の結果、 シムラ条約が提案され、中華民国がチベットの創始国であること、チベット南部をインドに割譲すること、中国とチベットの国境をメコン川とすることなどが決められた。しかし、中華民国大総統の応援政外は、メコン川では、実情から考えて、チベットに有利すぎるとして、批准しなかった。これを受けてチベットは、中国の宗主権を否定し、国際法的には、 チベットの独立が確立した。イギリスもチベットを保護国化せず独立国として扱い、例えばイギリスの役人がラサを訪問するときにもラサ政府発行のパスポートを使用した。この頃、日本の川口英会が2回目のチベット留学を果たしている。13世の権力はケシンラマの選定にも及んだ。化身ラマは構想の生まれ変わりであり、 理屈では認定されるされないの問題ではないが、政治的な影響力が大きい人事であることから、権隆帝の頃から清氏が、たびたび介入してきた。13世は、真の介入を許さず、天正ラマが死去した時には、天章先を自身で占い、その地域から天章者を探させた。ダライラマ13世このすぐ後、 第一次世界大戦が勃発して情勢がまた変わった。イギリスはチベット問題に関わる余裕がなくなり、チベットは中華民国に対抗する後ろ盾をなくした。一方、中華民国は自国が戦場となったため、やはりチベット問題に力を避けなくなった。その結果、中華民国とチベットは1914年12月、ダルツェンドで新たな合意を結び、 メコン川を中国とチベットの国境と定める代わりに、13世は中国がチベットに内政干渉する権利を認めた。当時、チベットはイギリス製の日用品を主にインドから輸入していた。しかし、第一次世界大戦が始まると、イギリス製品は少なくなり、日本製品が多くなった。日本製品は品質が劣ったため、現地での評判は悪かった。 ただし貴族は日本の高級製品を入手していたため日本にも優れた製品が多いことを知っており13世は日本からの留学像ただ一と間にたびたび高級織物などを入手するよう依頼している13世は軍の近代化を図るためサロンシャペを軍の最高司令官に任命したサロンシャペはモンゴル亡命時に同行した家臣の従者であったが モンゴル語の覚えが早かったため、ダライラマの直参となり、新軍侵攻の際には、ダライラマの命を救ったため、13世のお気に入りとなっていた。1916年、遠征外が中国皇帝になるのに失敗すると、中華民国は軍友拡挙の時代となった。十三世は、この混乱に中立を保ったが、1917年に、中国の法日省が、 チベットのカムに攻め入ると、現地のチベット軍は、反撃に成功し、一時は宮ビ港まで軍を進めた。1918年8月、イギリスの仲介でメコン川と宮ビ港の間にある、長江が一時的な国境と定められ、翌1919 19年には、それが確定した。中国のいわゆる北京政府は、チベットの独立だけは認めなかった。パンチェン・ランマ九世。 国際関係をめぐって、ダライラマ13世と対立した。中華民国に対する優位を維持するため、ダライラマ13世は、中華民国に勝利したカムの軍司令官、ジャムパテンダルを、地域の最高司令官に任命し、チベット中央政府は13世、サロンシャペ、ジャムパテンダルの3人体制となった。13世は、税制改革に着手し、 東欧経験がある人物を財務大臣に起用して、納税を地方領主を返しない国家直気能式に変更した。管理の世襲制を廃止して実力制にした。また、上流階級に生活の西洋化を行わせた。軍の服装も西洋風に変えられた。この改革は一部の層からは支持を得たが、軍事予算重視の政策が、 自社勢力の反発を受けた。また、従来の税は物能、または私益であったが、ダライラマ13世は、外国からの兵器購入のために、通貨で人頭税と家畜税を課したため、この点に関しては、民衆の評判が悪かった。一方、モンゴルは、ロシア革命の煽りを受けて、次第に共産化した。イギリスはそれに対抗して、チベットの親、 イギリス化を図った。イギリスは1920年、13世が、インド亡命中の担当官、チャールズ・ベルをチベットに派遣し、兵器援助、鉱山開発援助をしようと試みた。しかしこれは、外国嫌いの自社勢力を刺激し、デプンデラが政府と対立したので軍がこれを包囲し、デプンテラ創造が罷免される事態になった。近代化は進められ、 1922年には、インドと電報線が結ばれ、1924年には、水力発電所が作られた。兵器工場が作られ、郵便制度も作られた。都市警察も作られた。1922年には、カムの軍司令官、ジャムパテンダルが死去している。パンチェンラマ九世はこれらの改革に反対したため、1923年に、 中華民国に亡命することになった。中華民国とダライラマ政権は完全に疎遠になったわけではなく、13世は1922年に当時の大総統レゲン、霊源広氏に1924年に同じく当時の大総統総根に死者を送っている。なお、13世自身はチベットの近代化を焦らなかった。日本からの留学像。 ただヒトしかは13世の信頼を受け、たびたび諮問される立場だったため、ただが日本に帰国する1923年に、チベットのさらなる近代化を進めたが、急いで、本来の精神文化をなくすことになってはいけない。外国への留学生が成果を持ち帰るのを待っている、という胸を返答している。ベリ・デル・ゲラサガン・レンチズこれらの政策により、 チベット軍が急激に力をつけたため、ダライラマ13世は、自重長の進言を受け、1925年に、軍最高司令官のサロンシャペを解任した。その後、13世の政治は、次第に内向的になった。自重長の進言により、1926年には、英語学校が廃止され、イギリスと疎遠になった。清掃も激しくなった。 1929年、サロンシャペが大臣を解任され、財務大臣のルンシャルが軍を支配して、実力者になった。1931年、軍が、タバコの闇商人を、ネパールで逮捕し、監獄で死亡した事件が、外交問題となり、ルンシャルが罷免されて、クンペラが、軍司令官となった。一方、1930年、 当時中国に属していたベリーの寺院とチベットのデルゲの寺院で抗争が起こり、そこに中華民国の軍人、リュウ・フミテル・トラサの軍が介入した。この時は満州事変などの影響で中華民国が忙しく、チベット有利に終わって宮尾港が新国境戦となった。しかし1932年7月には中国軍が長江砂岩まで取り戻した。 チベットは国際連盟に仲裁を依頼したが効果なく、13世は1932年9月、長江を国境とし、中国の総主権を認めることに合意した。新国境付近では、チベット、中華民国それぞれが過酷な税を取り立てたり、紙幣や強盗が支配する地域が出たりした。ダライラマ13世1933年12月17日、 ダライラマ13世は死去した。死去には、軍司令官のクンペラ、G、シンタク像の実が立ち会った。クンペラが与えた薬が死期を早めたという噂もあった。ソビエト連邦か日本が暗殺に関わったとの噂も、流れた。ロイター通信は13世が毒殺されたと伝えた。ただ一士官は、急性肺炎で死んだとの話を伝え聞いている。 中華民国は13世の死後、自国に留めておいた、パンチェン・ラマ9世をチベットに送り返し、チベットの政治に、中華民国の意志を反映させようとした。しかし、パンチェン・ラマ9世は、ラッサ到着前に休止した。ダライ・ラマ13世の死で、チベットの独立性はやや後退した。中華民国の国民党政府は、妄想委員会のメンバーの一部を十三世の葬儀に、 超門施設として送り、そのまま中倉弁事館としてチベットに留まらせることに成功している。実質的な権限はほとんどなかったが、中華人民共和国が成立した1949年にラサ政府が全員退去させるまでこの部署が存在した。この退去事件が中華人民共和国のチベット侵攻のきっかけの一つとなった。 ダライラマの転生者は、ラサ政府が協力を必要としている地域から発見されるのが常であり、ダライラマ14世は1939年に中華民国大見省のチベット人居住地区タクツェルで発見された。14世は5歳までそのまま中華民国内で育てられ、その後にラサに移された。そして1940年2月22日に即位した。 国民政府が、ダライラマ13世に送った、玉作。法王としての威厳と気品を備えた人物だった。敏感な性格で、理解力と判断力を備えていた。馬と犬が好きだった。ただし宮殿である、ポタラグーは、動物の飼育が禁止されていたため、離宮のノルブリンカで飼育させ、自身もほとんどをそこで過ごしていた。式典のある時のみ、 ポタラグ最上階の座所に戻った。チベット圏やインドから輸入したチンなども飼っていた。花も好きで、留学生のただ一時間に命じて、日本のスミレなどを植えさせている。気象は、朝の5から6時頃で、朝食の前に、仏間に一人こもって、ご行をした。朝食は、チャンパとお茶、貫肉と薄い粥だった。朝食後、午前中は、 全国からの依頼で死者の祈願や占いを行い、対価として金品等を受け取った。占いはサイコロを3個の目を参考に依頼者が行うべきことの指示を書面で与えた。閣議は毎週木曜に理休で行われた。閣議は進化が案を立てて13世に上奏する形だったが、歳費いずれにしても即決だった。 用務が終わると比較的質素な昼食をとり、馬や犬と遊んだりした。夕食は米と中華風炒め物だった。イギリスから缶詰などが送られても食べなかった。寝る前に1時間ほど瞑想し、11時頃に就寝した。優れた仏画も描き、道具類にはしばしば自分で彫刻を入れた。当時チベット大蔵業の原版が傷んでいたため、 ヒマラヤから桜の木を取り寄せ、湿地で作り直させた。その際、自ら構成を手掛けている。ありがとうございます。